超能チャンネルが始まりました。超能ネットワーク、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。アイアン超能、カモン。はい、超能チャンネル、今回はですね、新日コレクションとのコラボです、はい、ということでゲスト天山選手です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、今回はコラボということで、はい、天山選手が MC で、まあ、素晴らしい仕切りでね、そちらの方もぜひご覧になっていただき、ね、たいんですけども、はい、あれは、新日コレクションというカードゲーム、はい、ね、スマホでやるカードゲームね。そうですよね。いや、すごい展開になったね。そうですね。びっくりしたね。いや、めちゃくちゃサプライズなことが。あんなになると思わなかったわ。いや、もう、あれはなかなかレアな展開ですね。あんな最後の最後であんなになると思わなかったもんね。いや、もうあれはびっくりした、ね、劇的な。はい、やっぱやってみないとわかんないもんだよね。ぜひご覧いただきたいと思います。ね、今日はね、はい、やっぱりせっかくもう天山選手とこう、はい、コラボで、二人きりの話ができるから。はい、やっぱこの、うん、天山選手のね、はい、人生観であったりとかね、はい、そのプロレス哲学とかね、それがやっぱり今まで記念に残ってる、はい、なんか天山選手の思いのあるなんかまあ深い話をね、あ、ここで聞こうとは思いません。あ、思わないですか。まあ、あ、思わないですか。あれ、そういうのなんか話さなきゃいけないのかなと思って今ドキドキ。もうそういうのやめて。そういうのいいんですか、ね、うん、もうね、あの気軽に話をしてもらって。オオカミ軍団ということで、ね、広斎藤さん、天山選手と自分との3人で、はい、やりました。ただ残念なことに、はい、ブルー中野さんのやつが翌週にアップされたんでね、はいはいはい、ことごとく抜かれましたね。改正再生が。あ、そうなんですか。残念な、私も、はい、このチャンネルをまあ1年近くやって、俺としてはね、狼軍団っていうのはもう切り札中の切り札っていうのは、やっぱりその俺の歴史の中でこう見てった時に、はい、チーム2000、NWO、はい、やっぱそこの根底は、はい、やっぱヒロさんと、うん、で天山を引き抜いて、ね、はい、あの時代がなかったら我々はなかったと、うん、ね、思いあったじゃん。そうですね、狼軍団がやっぱ原点っていうか、原点でしょ、はい、その思いがあったから、いや、やっぱり10万人突破の記念で、やっぱみんながここでバーンとね、切り札でさ、狼、はい、軍団を出したら、これ多分、はい、出したら5、60万ぐらいね、平気で行くだろう。ああ、いや、うん、15万で止まっちゃった。あれ、カニポンコツかって。いやいやいや、あれがちょっとショックで、なんかすごいそれが痛かったんです。そう、ちょっとショックでさ、ショックはショックですね。なんとかして、俺ね、はい、思い出したんだけども、3人で組んだでしょ。はいはいはい。で、俺 NW でアメリカに行ってホームの話をしてきたで、はいはい、でその時にやっぱり2人一緒だからね、自信を持ってヒロさんとテンさんってメンバーがいるんだけどって言ってさ、はい、どんなにするだっけとかって、なんか写真家とか見せたかなんかしたのよ。はいはい。そしたらみんながずっとこうやって見てて、ルッキングがって言って言われて、ルッキングが悪いですか。向こうはホーガン、ケビン・ナッシュ、スコット・ホール、はい、それからシックスパック、はいはい、まあ、ケビン・ナッシュはかっこよかったけど、はい、まあ、スコット・ホールもかっこいい、ホーガンも、はい、まあ、別にヒロさん、天山、別に入れんじゃないか。もう仕事は完璧だしね。もうどこ行っても通用するインターナショナル、天山もさ、ヒロさんだってさ、もうどこ行ったって仕事でも新日本でトップだったと思うよ、はい、かっこいいやつを、うん、っていうのが最低の前提だと、強さとかっこよさって強調された時に、はい、これ以上は言えないなって。なかなかそれをご利用しできなかったですかね。天山選手も今何年目になるの？ちょうど今年で30周年デビュー。30周年。30周年なんですけども、ちょうど10年前、20周年が、はい、後楽園ホールでやった時、その時は蝶野さんにも試合一緒に出てもらった、はい、蝶野さんとヒロさんと、うん、それこそ狼軍団で組んで、はい、で、相手が西村さんとか金本さんと大谷選手かな、はい、で10月3日の天山の日に、だそれが最後ですね、一緒に。天山デビュー戦は誰だ？デビュー戦はエル侍さん、松田治さん、
セクハラ誰だってそんなのされた松田さん、あの、まっちゃんって素顔時代の L さんでもさ、L さんぐらいこの間の新日本のなんだっけ何チャンネルだっけ、はい、新日チャンネル、はい、で、出てたね。何言ってるか全く分かんないあ、ボソ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 こうあれですよね、ちょっと滑舌がだって L サムライはね、みんな知らないだろうけども、うん、怪我、風邪全く引かないって保険証使ったことがあった保険証持ってないとかいう話聞いたことありますよね、もうだから試合中とかなんかバーって打撲かなんかで、わーちょっと大丈夫かって言ってなんかもうこの辺から血が流れてるような状況でで、戻ってきて、うわー大丈夫かって、大丈夫ですとかって言ってで、翌日になったら普通にまたケロッとしてますね。いや妖怪みたいだと思う。いやすごいタフですよね、ほんと。もうライガーさんに散々こび使われてっていうか天山選手の後輩はすぐ下の後輩誰なの、はい、下の後輩は、まあ1年後輩が小路ですかね、やっぱり小路だ。はい、小路とか大谷とか、あ、大谷もその後大谷、高岩とか、高岩、はい、それからまあ、あの中西とか永田あたりもまだ入ってるみたいな感じですね。その代はそうすごいよね、はい、みんな揃ってじゃないいい男誰もいないもんねあれは珍しいよ。いやでも小島選手は、いや小島もあれの中にいたらさそういうポジションにさあれついたけど、あいつも全然決して男前じゃないじゃん。だって俺らの時やっぱ武藤さんってさ、やっぱ顔かっこいいもん。あで橋本選手もそこそこかっこいい、かわいい顔してる。だってみんなレベル的に言ったらさやっぱルックス悪いとダメですかね。ひどかったもん、あの時この中でチャンピオンなんかまず生まれないだろうと、みんなチャンピオンになっちゃったからどんどんビジネス下がったもんなサードジェネレーションクラブって言って第三世代が一緒にこう、あの4人がまあそれぞれまあ一般の人をこうちょっとコーチするような感じまあ、体力作りみたいな。そう、人は集まないだろうね、その顔。なんそうなんですよね。いや、いや、よしよしよし、よしよし。伸び悩んでるんで、ぜひ。ぜひね。そうなんですよ。もう。もう、彼らの鍛え方はね、素晴らしい、まあ、トレーニング方法を全部すべて持ってます。はい。顔はこんな感じです。顔はこんな感じなんですけど。ね、素晴らしいよ、みんなね。やっぱり、しっかりと教えてやってるんで。ね、たくさん来てもらえればなって思うんですけどね。そっか、4人でやってんだ。4人、あの今週はこの人で来週はこの人って、まあ、違うんですけど、はいはい、まあはい、毎週火曜日なんですけどね。そういう天山なんかやっぱレスリング力とかのね対応はやっぱすごかったもん、はい、だから多分同世代でトップだって天山は。顔が違う顔だったら、ね、もっと上に歴史に残るぐらいの選手だったもう目の前で言われたら何も言えないですけど。だってさ、それはさ、顔がもしこれが、うん、ルックスがさ、本当ですよね。岡田だったら全然違うよ。いや本当、ちょっと顔だけいじっちゃうかなみたいな。今からやっても遅いですよね。マスクかぶりとかさ。ああ、マスクかぶりたかったんですよね、マスクマンみたいな。でもかぶっても分かるよな。なんか、もう選ばってるんで、ちょっとやばい。だって6代じゃないもんな。そうです。俺最初にかっこいいなと思ったら長田だったのよ。あつは新入社員来た時は、はい、高倉健の若い時みたいな締まってた。ただね、みんなね、大谷にしても小島にしても高い豊かにしてもね、プロレス力がすごかったよ。うん、こいつらレベル高かった。やっぱね、天山たちのこの勢いが怖かったもんね。こんな顔のやつらに抜かれたら大変なんじゃないってこんな顔ってそこですか。そうだからやっぱさ、もう明らかにさスターになる選手っているじゃない。ね、多分武藤さんなんかは下上のね、木村健吾さんあたりはもうこいつに抜かれてもしょうがないなってねそういう感覚があったと思うよ。やっぱ顔が命ですかね。そうだもん。やっぱそうですよね。ああもし、ね、いやいや現場監督だったら天山とどっちかって岡田和親って言ったら和親を選ぶよ。それはまあそうですよ ねやっぱでも代々その長州さんもそうですけど、うん、なんか男臭いとか。そうそう、いやだから遠い面にライバル関係で藤山さんがいたのよ。藤山さんも破壊ぐらいやっぱかっこいいじゃん。はいはいはい、ここ誰もいないんだよ。その誰もいない軸になるから。一人でも誰かかっこよかったらよかったんですけどね。そう、ある意味珍しい。いやいやいや、国際軍団みたいな感じだった。国際軍団ラッシャー木村さんとか。そう実力がすごかった。なんかみんなね、ここの連中は対抗戦とかもいろいろ出てるし、うん、ここはみんなすごかったよ。
ね、ただ歴史には残んないと思う。残んないあれ記録には残るかもしれない、ね、記録はちょっと記録いっぱい作ってるからみんなさ何気に第三世代かなりディスってるんですけど、ね、いやでも俺は第三世代が俺は好きなのだからみんなも多分今第三世代忘れられてるじゃない、うん、ただ彼らはちゃんと歴史10年少なくともねあの繋いだよ。僕がいなかったら今の世代いないんだからね。いやそんなことない。功労者ですよね本当にそういうの。そう波ってあるじゃん。やっぱこの第三世代の波がぐわーっと引いた時やったから棚橋が目立ったんだよね。ああ逆にそうやって。そうそう、はい、もう上げたり下げたりすごいですよね。そういう話を、ね、するつもりじゃなかったんだけど、ね。そういうつもりじゃないですね。そう天山これ持ってる。はい、家に保管してあると思うんですけど、90何年95年ちょうどだから自分が海戦から帰ってきて、あ、まさしく狼軍団。そうですね、ちょうどその年の最優秀タッグですよね。最優秀タッグチームですね、はい、選ばれて。そしたら多分これが1月でしょ。はい、でそれの次2月の札幌で俺とあれ父さん、親父が亡くなって帰って、はい、で返上になっちゃうんだ。ああそうですね、96年か。へえ。俺さ、はい、親父のそういう危篤とかさ、はい、亡くなったらだから、もう一回ぐらいチャンピオンシップやらしてくれんのかと思っててさ、その後何だったんでしたっけ。もう俺ら全く外れて違う選手たちでやってた。それちょっとあれですよね、事情が事情なのに会社もどうかしてますね。なんかその頃から会社に嫌われてたんですかね、やっぱり。嫌われてたのかな、ね、天井嫌いな先輩とかいた。嫌いな先輩は、うん、まあ誰いや別に、うん、助手力。ああ助手の残念な長さん。でもまあ最近でもすごい可愛がってたんだよね昔な。あそうね、天井のことはねもうすごい買ってたの。昨日でも道場で練習いたんで、まあ挨拶はしましたけど、うん、まあでもあれもう一人いるじゃん、はい、あのもう手合わせたくないやつ。 N さん。え N N、うん、N A さん。 N A、 うん、アキラさん。あああれもうなるんだよな。でもアキラさんがさタッグを組めなくて困ったもん。天山東京ドーム事件ですね。そうチーム2000で出たんで、はいはいはい、ね、サプライズみたいな形で。あの時カメラに映ってるのか映ってないのか分かんないけども、どうなんですか、ね、ちょっと天山がこうコメントを出してそれは違うだろうみたいな感じで、うん、そのレベルでパンって背中でも叩けばいいの。そう、頭をフルスイングで本当にバーンってしてもう天山脳が入れちゃってこのねあれは俺も叩き方ひどかよって思って。いやただねあの時は多分頭の中が白い出したんだ。そういうとこありますよね。でツッコミで、お前何やってんだ、そうそうそうみたいな感じで。いやちょっとねちょっと違うレベルの叩き方なんでごちゃんと飛ばして。あそうそうね、いやあの来るって分かったらなんですけど、まさかそんな思いっきりですよね。あるだよあれは。あのおかしいよ。ちょっとえって思って先輩なんですけどちょっと一瞬カッとなってもうだからさステージのとこでお前ふざけんなこの野郎とかって言って、いやもう結果になってるからこっちの女の子たちもさもう焦っちゃってて、はい、であの客には分かってないんだよ、うん、東京ドームにもう満員で入ってたんだよね、はい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 、5万人ぐらいで入ってて、でやっぱももクロの子たちはその辺のこのこっちのお客さんのことをどうやるかでさ頭いっぱいになってる手前でここでさレジが二人が喧嘩になってる。あれは迷惑だったと思うけど。いやーちょっとこれはなそれはないでしょうと思います。いやだからあそこで本気で喧嘩になってても面白かったんだよ。もうあそうですか。面白かったんです。もう多分いややり返そうかと思ったんですよ。いやマジでやり返そうとしてたもん。ちょっと手出そうとしたの。はい。でやっぱり長野さんとか皆さんの顔もここ潰しちゃまずいと思ってあれ。これちょっとやっちゃまずいなと思ってちょっとあれでしたけど、あれはやってたらやっててみんながそれ止めてあのビーフかなんかみたいな。いや結構、まあ、普通に謝ってこられたんでそれ以上はあのあごめん悪かったねってなんかちょっと謝ってもらったからまだあれですけど、ちょっとねあれはですねまさかその話が出るとは思わなかったです。
天山がこだわってる、まあ、例えば髪型であったりとも車も含めて、はいはい、なんかこう、こだわりってなんかある、はい、車とかでかい車好きじゃん。昔はそうですよね、やっぱプロレスラーって言ったらやっぱりこうでかい車、キャデラとかそういう会社のあれを、まあ、乗り回してるっていうイメージがあったんですけど、昔はただハッタリで乗ってただけで、なんかガス代も、でも運転もうまかったよね。いやーでかいのぶつけたらもうしてなかったじゃん。いやぶつけたりはそこまでしないですけど ね、でも運転するとちょっとこう性格変わっちゃうなって言われますね。あ、性格変わる方だ。結構こうなんかちょっと勇気になってイライラする感じ最近。トイレがかかっただけじゃないですか。そう、ファッションは、特にでもまあとにかく目立ってなんぼなんで、やっぱ派手な。その髪型はいつからなの？これも96年ぐらいですかね、はい、同じ人にもうずっと若手の入門した時ぐらいからずっとやってくれる人で、これだけはこだわりがありますね、やっぱね。その格好で父母会とか何か行ってたの？行ってましたね。まだ子供が小さい時とか、そういう時にやっぱり、学校このまま行けないんで、スプレーとか黒いスプレーでバーって黒く塗って直して。50になってこの頭やってたらやっぱちょっとおかしいなって思われるいや本当ですよね。いつまでやんだろう。自分はまあこれがこれ、まあこれ当たり前なんであれなんですけど、周りから見たらおかしいよ、こいつバカじゃないのって思いますよね。まあでもレスラーはもう生涯レスラーだからね。そうなんですよね。相当バカ、やっぱ死ぬまでその頭でやるダメだよ。ああそう、一応そのつもりですけどね。まあ、ヒロさんみたいにこうなくなっちゃったらしょうがないけども、自分もちょっと薄くなってきたって言われて。いや俺も薄くなってきてるよ。やっぱりみんなやっぱこうなっちゃいますからね。ヒロさんなかったよ。ヒロさんはなかったよ。もう多分帽子かぶっててもらったじゃん。そうですね、はい、これじゃイメージ悪いからって言ってイメージちょっと残念な髪型。ね、まあ、ちょっと天山のその辺のこだわりというのをちょっとね、はい、聞きたかったんですけども、はい、今日はこんな感じで、新日本プロレスの何チャンネルだっけ、新日コレクション、新日コレクションと蝶野チャンネルのコラボということで、はい、今回天山選手がゲストでした。今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。さよなら。蝶野正弘オリジナルアパレルブランドアリストトリスト。銀座ショールームオンラインショップよろしくお願いします。蝶野チャンネル登録よろしくお願いします。アイエン蝶野。